100カロールクラブはインド映画で娯楽税を控除した後の純利益が100カロールを超えた映画作品を意味する非公式の指標。2012年頃までに100カロールクラブはヒット作と宣言するための新たな指標とされるようになり、ボリウッドではクラブ入りした映画作品がエリート階層とみなされるようになった。二千十七年にはこのクラブの上位指標として千カロールクラブが 誕生した。初めて工業収入が10億ルピーを超えたインド映画は1982年に公開されたミトゥンチャクラボルティ主演のディスコダンサーであり、ソビエト連邦では9億ルピーの工業収入を記録した。国内工業収入が10億ルピーを超えたインド映画は1994年に公開されたサルマンカーン。 マドリリークシット主演のハムアプカハインコーンであり、国外興行収入を合わせた合計興行収入が初めて20億ルピーを超えた作品でもある。同作に続きシャールク・カーン、カジョール主演のシャールク・カーンの DDLJ ラブゲット大作戦も国内外合計興行収入10億ルピーを記録した。2008年に公開されたアーミル・カーン主演のゴジーニーが 初めて純利益10億ルピーを記録したインド映画となり、この直後に100カロルクラブが誕生した。この後、アーミル支援の、きっと、うまくいく、チェース、PK、ダンガルキット、強くなるは、クラブの種類を200、300、400、500、600、700カロルに拡大させた。海外工業収入が初めて10億ルピーを記録した。 映画作品は2010年に公開された、シャールク、カジョール主演のマイネームイズ・ハーンであり、翌2011年には、きっと、うまくいくが続いた。インフレ調整を行った場合、工業収入が初めて10億ルピーを記録した。映画作品は1940年公開のジンガギであり、海外工業収入が初めて10億ルピーを超えた。インド映画は1951年に公開された。 ラージカプール、ナルギス主演の放浪者であり、同作はソビエト連邦で大ヒットを記録している。アーミル・カーン2012年 GE シネアワードは工業収入が10億ルピーを記録した監督を表彰するためにパワークラブボックスオフィス部門を設立した。100カロルクラブは誕生に伴い、それまでボリウッドでヒット作の指標として用いられてきた。 シルバージュビリー、ダイヤモンドジュビリーに代わる新たな指標の地位を確立した。アルシャード RC は100カロルクラブについて、私はこの100カロルクラブはとてもくだらないと思っています。どうしたらすべての映画が10億ルピーの仕事を突然できるようになりますかそれよりも私たちはより良い映画を制作することに集中する必要があると考えていますと語っている。 ヒンドースタンタイムズは自身の雑誌ブランチが最初に100カロルクラブという用語を作ったと主張している。当初、100カロルクラブは主演男優に対してのみ用いられ、困るなあたはこのグループから女性を排除することは他の産業と比べて性差別を特徴づけることになると批判している。2013年頃までに100カロルクラブは映画作品自体と監督。 主演女優に対しても用いられるようになった。その後、入場券価格の値上げや映画館の数が3倍に増加したこと、流通するフィルムの数が増加したことなどにより、国内興行収入が10億ルピーを超えることが容易になった。ザ・タイムズ・オブ・インディアは、これにより映画制作者たちは、自身が手がけた映画作品を100カロルクラブ入りさせるために、 工業収入の数字を操作するようになり、正確な工業成績を報じることができなくなるとして、2013年11月に工業収入記事の掲載を取りやめている。シャーヒドカプールは100カロルクラブを流行王と呼び、100カロルクラブ入りする映画は、すべてベーシックで娯楽性の高い大規模映画ばかりです。ですが、私たちがこの記録を達成するためだけに注力するなら、 私たちは俳優としての自分を制限することになるでしょうと述べている。一方、ディバカルバネルジーはコンテンツへの影響について、シャーヒドの意見に賛同しつつ、私はクラブが止まり、さらに多くのカロールに成長することを望んでいます。映画はより多くのビジネスを通して、観客、投資家からの信頼を高め、すべての人々に利益を与えるでしょうと述べている。 プリアンカー・チョープラーは、女性映画を作るためには100カロル、または200カロルクラブ入りする必要があると述べ、100カロルクラブの必要性を主張している。南インド映画で最初に興行収入10億ルピーを記録したのは、ラジニカーアント主演のタミル語映画、ボッソの男シバージであり、最初に100カロルクラブ入りした、テルグ語映画は、SS ラージャマウリが監督した、マガディーラ勇者転生だった。 2016年5月にサイロットがマラウティ語映画として初めて興行収入10億ルピーを記録しており、同年にはパーレミューリーゲンがマラヤーラム語映画として初めて100カロルクラブ入りした。2017年にはスリープ主演のヘブブヤライがカンナダ語映画として初めて100カロルクラブ入りを果たした。2013年に チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上が、工業収入40億ルピーを記録すると、400カロルクラブが設立され、100カロルクラブは、複数のバリエーションに分かれ、2015年には、バーフバリ伝説誕生が、工業収入65億ルピーを記録したことで、トリウッド600カロルクラブが生まれた。2017年に、同作の続編、バーフバリ王の外旋が、 工業収入100億ルピー超えを達成し、1000カロルクラブ入りを果たした。ありがとうございます。